全部100円4プレイですよ。ここに書いてますよね。はい、100円4回キャッチャーコーナー。はい、こちら多分7体があって、その中で好きなものの5体を選んで挑戦していきます。ミルクコーヒー味、ラーメン美味しいやつ、チョコ、しっとりチョコ、エビせん、ポテト、スナック、ポテトスナック、カレー風、ポテトスナック、コンソメ風、はい、5台を選んでやっていきます。はい、まずこちらのミルクコーヒーからいきます。4回ですよね。すごい、1回じゃなくて。遠い。1個をこう狙って、バランスキャッチャーかなと思ってた。違った。でも全然大丈夫です。4回があるから、余裕よ。余裕ですよ、全然。はい、いい感じ。なんかこれ結構なんか一つのもののカットとか狙わないとめちゃおっけなくなるから、こういうミスだなこういう感じになっちゃうから、ちゃんとところのカットのところにここを狙わないとダメだな。今回こういう感じ、あ、もうちょっと左いいかな。大丈夫です。1個取れたから次行きます。次はね、こちらのラーメン、すごい美味しそうなやつじゃないですか。でもこれちょっと重いから、多分難しいかもしれませんけど、100円4プレイあるから大丈夫です。ゆっくり行きたいと思うんだけど、結構取っちゃった。嬉しい。あ、もうちょっと、こっちに行った方がいいかな。あそこの真ん中、あそこを狙ってる。バランスキャッチャーも取った。あ、いいな、やった。これはすごいな。3回目、すごい。なんか多分子供の頃は中国でもこういう、似たようなラーメンたくさん食べたんですよ。超美味しいやつ。最後一回あれを取りたいな。これを取りたいな。一個でいいからお願い。一個でいいからお願い。おお、すごい。素晴らしい。その取り方がやばい。まさか7個取った。やばい。次行きます。はい、3個目、しっとりチョコ、うまいやつ。これもいいな。なんか全然欲がなくなった。そのまま1個だけ狙うことになったんですけど、まさか取れなかった。じゃあ奥のやつ狙います。もうちょっと左だな。お願い、来てほしい。やった、これも欲しい。袋がでかいからうまく狙わないと動かないんですけど、一回ミスった。最後これを取ったかな。これを取りたい。最後これ欲しいな。お願い。欲しい。1個取ったから、まあいいや、1個取れましたから。次、はい、次このエビせんの台。エビせん美味しいよね、皆さん。
皆さんエビせん好きでしょう。私も大好き。エビは好きじゃないけどエビせんが好き。なんでだろう。え、すごい後ろのあの袋を掴んでた。やばいやばい。はい、ここを狙おうかな。いけそう。すごいな、100円で4回取れる。いい、いい感じ。落ちて。さあ、次はここ。取れるかな。取れてほしい。あ、やばい。やばい。ラストだ。あと1回、あそこの落ちそうなやつ、取ろうか。あー、間違えたかも。ここが、お願い、落ちて。おぉ。おぉ。はい。もうここも、いい感じ。4つを取れました。4個。皆さん、最後の1台ですよ。こちらの、ポテトスナックのコンポコンポータジュワスクーリー、あ、ちょっとわからない読み方。コンポータコンポータジュ。すごい、たくさん取れた。近いところが取りやすいかな。よ、ほらほら、あ、いい感じ。ちゃんと光はあの袋のところに行けば、お、こういう感じ。うわー、すごい。2つのバランスキャッチャーじゃん。うまく入れなかったら1本も取れない気がします。ああ、でも1個取れた。すごい。まさか、まさか10本も取れた。10個すごい。10個なんか最近のテーマが上がりましたね。全部でこんなに袋パンパンは私頭よりでかい。いっぱい取れたよ。500円で、もう500円20回やれましたよ。いっぱい取れました。皆さん、あのエビで両立ての2回上がって、あの一番奥のところにこの100円4プレーのキャッチャーがあるんで、皆さんぜひ遊びに来た時にやってみてはいいなって。こんなにお菓子、この子がまんま超嬉しい。はい、ということで今日の動画はここまでです。見てくれてありがとうございます。はい、チャンネル登録お願いします。ベルマークを通常にしていただけたらいつでも配信が取れますので、ぜひベルマーク通常にお願いします。ではてんてんでした。バイバイ。今日は大事なお知らせがあります。何でしょうか。ドキドキしちゃうよね。はい、実はねちょっと寂しいんですけど、てんてんはもうすぐ中国に帰ります。寂しい。でもてんてんも寂しいから、ちょっと、てんてんが中国に帰っても直屋名人とか可愛い店員さんとか、あとお腹が爆発するムッキー君もいるので、皆さんもぜひぜひまた見てくださいね。よろしくお願いします。はい、バイバイ。